ばんは。こんばんは。お疲れ様です。こんばんはです。お疲れ様です。こんばんは。ありがとう。お疲れ、ありがとうね。うん、次かな。次かな。こんばんは。みりんが9時半をお知らせします。こんばんは。はい、ということです。8月10日です。はい、こんばんはです。こんばんは。そうだね、まだ楽しみの余韻もお疲れの余韻も残ってる感じなのかな。いろんなところで余韻に浸ってます。そう、今日はでもそう楽しかったです。今日も一日、はい、ということでですね、うん、たまごありがとう。たまごまごまご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 、はい、うん、あのね、まあ眠たいです、とっても。とっても眠たくってはぁーって感じだし、同じくです。でも昨日はちゃんと配信終わった後は風呂に入って寝ました。あれ昨日だった？あれ6周年コンサートって昨日だったよね。うん、分かんなくなるよね。
昨日だったよね。そうだよね。そう、昨日は配信終わって、もう寝たいっていう気持ちに勝ちながらちゃんとお風呂に浸かりました。なんかお風呂に入るまでを買っちゃえばもうね、なんかこっちのものなんです。お風呂でね眠るっていうことがないので、お風呂に入るまでが自分との戦いなんですけど、そこが行ってもうまたいふわーってして、はい、しっかりなんか絶対昨日使ってたのと使ってないのとで今日が違うと思うから、それは起きてから昨日は使ってよかったなって思った。あるあるその勝負、そう、ある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 の勝負に勝ちました。なーに、そのさライバーのやつ、私もさっきさ、それ多分チャレンジのやつだよね。みんなそんなにくれるってことは、なーに、それはなんかあの関係あるやつ関係ないやつ、あ、ライバーをイベントっていうのやってるけど48グループは対象外だって。関係ないやつだって、みんな関係ないらしい。投げた、なぜか投げられるやつ。あ、じゃあちょっと間違いかな、なんか私そう関係ないみたい。集めてる人に投げた方が、そうだね、なんかファティエットグループ以外で見てるルームがある方は 100% そっちの方が良いと思います。デッドグループはね関係ないらしい。特に あなたにとっても私にとってもなんか特になんだって、そのチャレンジ、そう、なんか最近あれないね、イベントみたいなやつ。あ、そうだ、私この間1タワーランキングの1タワーイベントのですねお肉のチケットをいただきました。ありがとうございます。高級焼肉店の高級焼肉お食事券だったじゃないですか。そう、もらったんだ。そう、ありがとうございました。そう、そう、リコチのやつか。そうそうそう、某女、そう、なんかあ、そう、リコッチが優勝して、そう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 、私は3位だったので3位だったのでリコッチほどもらってないんですけど、まあでも高級焼肉店だとなんかそう、どうなんだろう、たくさん食べるっていうか、ちょっと厳選して食べようっていう。でもそう、食事券をいただきました、ありがとうございました。その節はお世話になりました。その節はお世話になりました。そうなの、楽しみですね。ね、そう、でもなんか今日呼吸焼肉店なんて一人で行けないので、そう、メンバーと食べに行くの。そうだね、いいですか、行っても誰かと、誰か誘いましょう。
行っていいですか、誰か誘って、ちょっと一人では一人で行けないのでいいですか。私多分お店すら入れない、注文とかできないだろうけど、そういうのじゃなくっても多分ね、一緒にってか、多分ねお店に入れないと思うんだ私。そうなんです。あ、一緒に行きます。あ、でも私はさ3位だったけど、誰かこの中にさ、もらった人いる？あのイベントでさ、もらった人いる？ファンの方側で。そう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 、1タワーをたくさん投げた方も上位5名、5位だっけ。そう、違う、あなたたちは入らなかったの、あなたたちはそうなの。なんかそっか、私が全然配信できなかったからかな、ごめんね、いっぱいくださったのにね。結構途中までさ、結構そう、私のルームでも結構タワーくださってた方とか入ってたけど、結局そっかないのかな。確かに1位2位のルームの方、そうだね、そうなのか。すごいね。またいつか行きましょうよ、焼肉焼肉行こうね、いつか一緒にねちなみに私は焼肉に行くと焼かない人なので、焼いてください私焼き加減がわからない、そう、人間なので、焼ける人募集です。焼きますよ、ありがとう。そうだから、ココアともね何回か行ったことあるんだけど、ってなったらね、ココアが焼いてくれる私はそう、完璧に、ありがとう。それはね、めちゃくちゃ期待してるね。じゃあ、オリンピックですね。はい、ということで、ちょっと本日もねむねむにゃんこなんですが、ねむねむにゃんこしながら早めに寝てください、ありがとう。今日もだから早め、あ、2日連続配信だ、やった。今週末は話し会があるね。話し会の日はサイン会があるので、1時間ずつは配信があります。一回ね、来てくださる方は、そう、コンサートの余韻についてねー、お待ちしてますよ。いっぱい話そうね。そう、周年後、あとはお話し会申し込んでくださった方もありがとうございます。今日の13時までだったけど、どうかな、今日落選メール来た人いるかな、いないかな。
かないないかな。ないかな、いないかな、いないかな。ないかな。あ、決済は即完了しました。ありがとう。さすさす。あ、報告できなかったけど、たくさん取れました。ありがとう。私もですね、今絶賛絶賛あんまり見せれないんだけど、じゃんじゃん、絶賛このだけの量を、パネルですね、パネルの、メッセージカードを、どんな柄とかはまだ見せれないんですけど、まだお楽しみに。そう、こんすごいって、すごいよね。ちょっとこれまだサインしか書いてないんだけど、さ内容は内緒。いっぱいあるってすごいよね。いっぱいある手品できるよ。そう、今回もいっぱい書かせていただきます。ありがとうございます。めちゃくちゃ山盛りになってた私のところの。嬉しいな、ありがとうございますいっぱい書く、嬉しい。私も頼んだから一個自分に書くことになるこれはでもあのね、そう、ちょっと数日かけて書きますよ。あのね、でもね、実はもうね半分ぐらいね書き終わってるんですよ。もう実はすごいこれだけ書いてて、これだけ書きます。半分ぐらいかな、ちょうど。めっちゃ申し込み、そう、めちゃくちゃ申し込みしてくださってて本当に嬉しかった。ありがとう、ありがとう。書き書き、そう、なんかね、話し会の合間とかにも書いてたんだ。あ、嘘ついたえ、なんか全然嘘だ、なんか嘘だったね、嘘だった。私あとこれだけ残ってて、うわ、見て見て、これだけしか書いてなかった、あとこれだけなんか混じってた、書いてないやつが、書いてないやつの束が混じってこれだけ書きました。結構ゆっくり書いてます嘘つかれた、嘘ついちゃった、ごめんねそう、自分でもあれこんなに書いたんだ自分って思ったんだけど、なんかそんなことなかっただいぶ思った、なんでそんなことになってたんだろう。私なんか分けたつもりだったんだけど、なんか書いた方に、書いてない方の束が入っちゃってこれは急いで書くっていうよりゆっくり書きたい派なので、ちょっと時間がある時に書きます。締め切りはあるので、そう、いつまでに書いてねみたいなものがあるので、まあそれに間に合うように、まあ早く書いても多分みんな一緒にお届けとかだからね、私が早く書いてみんなに早く届くんだったらちょっと急いで書くけどさ、そう、みんなんか時間は多分私が早く書こうが書こう前が多分皆さんに届く時間は変わらないので、そこはそうご了承くださいっていうか、そう、分かってくれてると思うけど、そうだからこそちょっとゆっくり時間期限までに書くよっていうことです。そう、期限までにゆっくり、まあ、期限はね守らないといけないけど、それに間に合うように頑張るよっていうやつ。ちょっと待って。
写真もね、保存してます。ありがとうございます。その辺の写真もまたね、いっぱい載せられたらいいなと思いますよ。うん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 。かなーね。ありがとうございます。いっぱいあって、カメコエっていう嬉しいよ。なんかね、みんなね、ありがとうっていう感じも語ってくれてね。全然喋ってないですね。はい、あとは昨日たくさん差し入れをいただきまして、昨日と一昨日と2日間、そう、いろんな方に差し入れをたくさんいただきまして、なんか今日もね、その自分の楽屋にっていうか、いろいろ昨日の残りとかが置いてあって食べてました。うわー、嬉しい。私が今日結構ね、甘いものを食べることがあって、それはプライベートでっていうか、まあ、収録でっていうか、だからね、ちょっとしょっぱい系が食べたくって、ちょうどちょうどね、なっちゃんちからふぐせんべいと、あと誰からだっけな、あ、ゆきりかのちからじゃこ天せんべいをいただきまして、ポリ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 食べてた。ありがとうございます。他にもね、いろんなご家族からいろんな差し入れいただきまして、そう、なんか地元のやつとか皆さんくださってて、センスの塊、え、そうなの。いい差し入れ、そうだよね、もういっぱいあった、嬉しい。そう、みんな嬉しいね。
あ、ケータリングは2日目はねお弁当でした。でもね2日目はね私ご飯食べてなくって、多分ちょっとねそうなの、なんか結構昨日は朝からリハがあってちょっとバタバタしてたのもあったし、あとはちょっと前日でリカバでいっぱい踊ったのでちょっとなんかお腹そんなについてないって言ったら嘘になるけど、なんかご飯食べなくていいやって感じだったから、なんか多分でもそうなの、だからお弁当だったっぽいんだけどちょっとお弁当を食べる気力がなくって、だけどね何も食べてないっていうわけじゃなくって差し入れのドーナツとかあのアイスボックス食べて糖分補給したりとか、そうそう、あ翼か、そうそうそう翼、あのアイスボックスに翼入れて飲んだりとか、そうそうしてました。まあでも2日間そうだねアイスボックス翼で生きてたかもそう、今日も買ってて翼を、でまあ2日間ねいっぱいもう全力で頑張った後だったから、そのなんかあちょっと無理かもってなったら飲もうと思って今日も朝一応買ってたんだけど、全然今日はねなんかあー疲れたーとはなったけど、すごい最後まで楽しかったし、そうだからね買ったけどね飲まなかったね、お家に持って帰ってたからね、またあちょっと無理かもってだけにね飲もうって思う。よかった、そうそうそう、でじゃあちょっとなんか気持ち悪いかもとかはならなかった。そう、そうもちろん私も今日一人仕事じゃなくってね何人かと一緒だったんだけど、みんな2日間やってるからなんかそう頑張ろうって、あ偉いありがとう、偉いよ、みんなも月曜日からは仕事に行ってたりして偉いよ偉いよ。あとはそうだな、うん、お腹鳴っちゃったかな、まあ感じかな。今日もね配信終わったらねすぐね寝ます。 あとはまあいつのなのかよ分からないんですけど、あのプレゼントまたいただきました、ありがとうございます。そうだね、皆さんが例えば送ってくださったやつがそのまま私が受け取れるわけじゃなくて、一旦間挟むからここで止まってたりもするんですけど、私の元に届くべきものっていうふうに分けられたものに関してはそう受け取りました、ありがとうございました。なんか改めてみんなすごいなってさ思いました。なんか私がなんか好きそうだなって思って送ってくださったりとか、あとは
なんか私がこれなんか手に入らない、欲しいだろうけど買えないのかなとかでなんか送ってくださったりとか、そうそう、あと私がなんか配信とかいろんなところでポロッとなんかこれいいんだよねとか、これ欲しいんだよねとか、これ注目してるんだよねとか言ったものをなんかさらって言ったことをすごい覚えてくださってて、言ってたからとかでチェックしてくださってたりとか、はい、ありがとうございます。毎回すごい楽しみ、お手紙とかプレゼントとかいただくのは毎回楽しみにしてるし、基本なんかね、いろんな方のプレゼントをなんかまとめて大きい袋とかに入れて持って帰るんですけど、私はね、そのお家に帰ってから広げるんですよ、その袋の中身を。だから持って帰る段階ではそのどなたが何をくださってるとかはなんかそう見てなくって、やっぱ上の方にあるのとかだったら、これかわいいとかなるけど、そうちゃんとはなんかお家帰ってからいつも見るんだけど、そう、あ、だからね、さっき持って帰ったのもあるのでまだ見てないのもあるんだけど、そう、持って帰ったよってご報告までです。ありがとうございます。いつもお手紙もね読んでます。ありがとうございます。福袋みたいね。いや、福袋よりも自分が欲しいものがとか、すごい素敵なものがたくさん詰まってる。さあ嬉しいよ、毎回ありがとう。さてさてさて、そんなこんなでですね、そんなこんなで、あ、お菓子か、コロッかな。食品はね、送れないんですよ。あとは1万円以上のものが受け取れなくって、だからね、なんかそう、単価がそう、だからね、なんかそうなの、にちょっと超えちゃってたりすると、あ、そうだよね、私それ気になるって言ったけど超えちゃってで、ごめんねってなってる。そうなの、なかなか厳選しないと。そうだよね、そう、金額上限あるのね。あるなんかいっぱいねあるからね、もし本当になんかちょっとこれ送りたいなとか思ってくださってる方は、そう、公式ホームページに送り先と送れるもの、これは受け取れないですよっていうものが全部細かく書いてあるので、ぜひ、はい、一回読んでいただけると嬉しいです。せっかくね、私のためになんか買ってくれたのに私が受け取れなかったってね、お互い悲しいからね。うん、そうなの。あ、怪しいかなと思ったら問い合わせしてみるのも、そうだね、結構ね、すぐっていうか答えてくれるっぽいよ。これいいよ、これダメだよですね。あ、今日から3期緊急生のショールーム配信が始まったみたいですね。私、そう、公式で出てた、私知らなくって、さっき配信しようと思ったら、あれ、これもう緊急生の子が配信してるって
思って、そう今日からだったみたいだね。どっか出てるかな、公式さんで言ってたのかな、ツイッターで。ショールームアカウントが公開しか、あれこれさあ、どこに今日からって書いてんの？ニュース欄かな、ツイートはされてなかった。あれ公開しか言われてない、公開しかない、お知らせになるのかな、ニュースにねないよないよ、ショールームアカウントが公開しかないよ、これお知らせにないね。はい、これ今日からって、今日からですっていうのはないのかな、ないね。だから私も今日からだったんだってなったんだ。知りたかった、いつからとか知りたかった、教えてほしかったね。みんな自分の応援してた子が合格して、まあ次の日からかなって予想はできるけど、ちゃんと公式さんから知りたかったよ。なんか言えない理由とかがあったのかな、もしかしてね、あったのかもしれないね。なんかわかんないけど、そういう、そうだよね、じゃないとね、オーディションの時のルームと今のやつは一緒なんだ、ルームが。なるほどね。
やね、いいね。じゃあなんかその頃からフォローしてて通知取ってた人は通知が来てとっても嬉しいね。しかも番号じゃなくって何々さんが配信を始めましたって来るのはとっても嬉しいね。本当に鳥肌が立っちゃうね。よかった。はね、配信がね、できちょっと待ってて、うんうん、あ、山口県も随分増えましたね。ね、本当に嬉しい。でも今回は結構いろんな県から来てくれてて嬉しいね。いろんな県からっていうのこと知ってくれて応募しようって思ってくれて嬉しいね。うんうん、まあね、瀬戸内出身じゃなくってもいずれきっと第二のふるさとみたいな感じになるから大丈夫だよ。私もそう、広島は第二のふるさと、もうなんかふるさとっていうか、まあもうふるさとなんだけど、まあ一番のふるさとはやっぱ山口じゃないですか。そうだから、そう、なんか本当に広島はすごく住みやすいしいいところだし、なんかいろんなそうことを知ってくれたらいいなって思いますね。かな。広島に住みたい。いいところだよ、広島は。本当にいいところだよ。うん、まあでも実際みんな自分のふるさといいところだよね。いいところだよね。Mm-hmm.
なんだかんだでね、そう、ところだよね、ふるさとね。昨日の会場周辺は観光客いっぱいだった。ああ。そうだよね。あ、平和記念公園は特別な経験だった。あ、ありがとう、平和記念公園行ってくれて。そう、まあコンサートが終わった後に言うのもなんなんですけど、私のインスタのコメントに、コメントっていうかインスタのね、このヒロデンと撮ってる写真のやつでね、広島の平和記念公園にある平和の鐘、鐘の表面には世界は一つを象徴する国境のない地図が彫られています、っていうのがありましてですね、そう、平和記念公園には国境のない地図が書かれた平和の鐘があるんですよ。だからまたもうみんな、そう、そうね、あ、見てきましたよ、ありがとう、知らなかったよって方はまた、じゃあ広島でね、コンサートとかあったりとか公演とかがあったりとかでね、広島来た時ぜひ行ってほしいなって思います。あ、広島駅ではカープファンが多かったですね。あーね、そう、試合がある日はもう真っ赤になるからね。うん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 、でももうその光景ももうなんか当たり前っていうかそうになってきたけど、そうだね、お母さんにもお父さんにもそっか、ぶかれて息が真っ赤っかだったって言われて、そうそうだよねって思った。あ、タワーが、ありがとう、コーラさん写真たくさん送ってすみません、ありがとうございましたわ、ありがとうございます、おしゃいおしゃい。そう、さっき多分コーラさんはじゃあいなかった時かな、写真まだ全部見れてないから、昨日も言ってたんだけど、そう、全然ね見れてないからねーっていう話をしてます。はい、あとは基本は写真はいっぱいっていうより厳選して送ってもらった方がいろんな人の見れるかなっても思います。でもありがとうございましたわ、わしょわしょい、ありがとうございます。そうだよね、別に毎日ね見れてるわけじゃないから、この日に行ったとかわかんないもんね。ありがとうございます。またいろいろ聞いてお話し会とかでね、よろしくお願いします。そうだね、ね、そうね、そろそろ1時間経つかな、配信始まってね、配信始まって1時間経つかな。早いね、あっという
通してくれてて優しいね、よかったね。そう、ちょっと今日も競争でまったりしてます、配信でごめんね。なのであっという間に1時間経っちゃいました。まったりまったり、みんな、そうだな、存分ありがとう、まったりします。思う存分まったりする。あとはこのもしかしたら今週サインじゃない、このメッセージカード書き配信があるかもしれなくって、ごめんね。そうなったら配信できたとして、あ、13日花だれあかりんの公演、13日、やった。久々の花だれ公演ね、だし、そう、久々のあかりんの生誕祭、あ、ちょっと滝のファンの人、私あかりんの生誕出るの何回目で何年ぶりでなの？何回目で何年ぶり？なんか最近出れてなかった気がする。ね、そう、今調べてくれてる、調べてくれてると、そう、久しぶりなのね。そうだね、なんか結構私は会の生誕祭の日になんか違う仕事が入ってて、なんかちょうど出れないんだけどみたいな感じになんか良くなってるイメージ、出たいのにってそうなってる。何回目で何年ぶりさ全部聞いちゃう、全然待つので、ごめんね、自分で調べるって話なんですけども、でもあのあれだね、四国でとかやってたりね、したりなんだりなんだりかなんだりね、あ、とりあえず去年は出てない、あ、いいね、そうやってみんなで情報を共有し合うことも大切ですね。いいよ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 、2020も出てない、なるほど、おとといしも出てない、おととしは2020、あ、2019も出てない、お、情報が集まってきました。2019、2020出てないし、2022も出てないです。ん？おととしって2021？ じゃあはあ、はあ、情報
箱が集まってきました。2021も出てない。2019、2020、2021、2022が出てない情報が集まりました。2021は四国公演、なるほどね。2019はじゃあ出て、あ、2019出てないって言ったか。2018って私たち生誕祭してたのかな。なんかね、私たちねすぐ生誕祭してたわけじゃなくって、なんかちょっと経ってから生誕祭が始まったから、そう、私だって二十歳の生誕祭って1年ぐらい経ってから生誕祭っていうのが始まったの。最初から公演してたわけじゃないしね。最初瀬戸内7県ツアーだったからさ、そう、11月とかくらいまでかな。その後陸上公演始まってから、そう、生誕祭始まったから、そうなの。あ、2018年生誕祭はやってそうだった。おお、ほんと2018年の君ら2018年はやってるね。あ、私の21歳の生誕祭やってるよってこと。あかりちゃんはあかりちゃんの2018年の、あかりちゃんは陸上公園で生誕祭してる。みーちゃんが手紙書いてたこと前では分かった。なるほど。でも2018年で私多分 AKB さんの多分選抜のお仕事もさせてもらってたから、その時期もね結構公演出てないんだよね、陸上公演に。ってなると2018年のあかりちゃんの生誕祭はなんか出てこないかな。2018年でみんなが差し食べてさ出てこないってことはさ出てこないんだよね多分。2018年福田あかり生誕祭、いやー難しいな。そうだよね。お手紙係、あ、お手紙係、おか、ママリンからの、お母さんからのお手紙だったんだ。お母さんからのお手紙だったんだって。なるほどね。あ、陸上公演ツアー2018年坂道あかりん生誕祭にユリア出てないよ。お、
ということは私はあかりの生誕祭に出るのが初めて今年。てかさ、あかりんファンの人の方がさ、あかりんのファンの人の方がさ、私なんか自分の推しの生誕祭にさ、なんか出たか知ってる？推しのうちのファンの人よりかりんのファンの人の方が自分の推しの生誕祭だから記憶ある？聞いてみよう。ねえ、あかりちゃんファンの人、聞いた。聞いて、答えて聞くなって今コメントした。赤ちゃんファン、赤ちゃんファンの人って、あ、あかりちゃんしか見てないから知らない。そうだよね、そうだよね。そうだよね。泣いちゃう。ファンの人に聞きに来ました。どうですかね。ありがとうございます。あ、課外活動、課外活動2回、陸上公演徳島と下バンド1回ずつで夢にいないだって。あの方ありがとうございます。こちらの配信で話題になったので、お邪魔しましたって言ってきた。やっぱり初めてなんだね。初めてなのか。そう、さすがあかりんファン、さすがあかりんファン。早い、しかも情報が、さすが。よかった、よかった。
当時のイベントはホームページのお知らせ残ってないのか。へえー、そうなんだ。初生誕祭おめでとう、超意外だよね。だってね、なんか毎年出ててもおかしくないのにね。予想外ね。そう満を持してのねえ、嬉しいわ。ファンの人っていうのは詳しいよね、本当に。ピー、そう、6年分のお祝い、そうだね、6年分のお祝いしなきゃね。とても楽しみだ。7年目でもまだ初があるね、もんやね。確かに1000円ありの花だれはユミに初めてだよね。うん、そうだね、確かに確かに。まあでも1000円ありになって、そもそも花だれ公演2回ぐらいしかなかったよね。まだね、2回かね、だったよね。うんうん、楽しみだね。え、ちょっと待ってね。花だれから始まって、花だれから始まって。いいですか。そう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 、暗闇で、そう、なんか公演独自のさ立ち位置とかがさあるからさ、その曲のつなぎで思い出しますか。って、ね、あ、私がこれ真ん中のやつだね、そうだよね、そうだよね、私のファンの人、私のファンの人。そうだよね、最後のさ三角形になる時にさ、私真ん中にいるよね。公園の並びだと唯一そこが変わるんだよね。そう、ただで暗闇やって、そう、暗闇の最後にこうなって、日本で描かれたくて、でも歌割りが違うんだよね。僕はこの海を眺めてる。私は潮風に吹
かれたくてが、あの自分の本当の歌割りなんですけど、公演でやるときは街の中にどんなに人がいたって喧騒が溢れてたとしてもが歌割りです。おきちゃんと歌ってる。そう、もともと最初ね千穂ちゃんが歌ってるけど、もともとあれはみゆみゆがセンターの曲だから、そう最初の歌割りはあのみゆみゆがみゆみゆのソロなんですよ。で私が街の中にどんなに人がいたって言ってるところが千穂ちゃんの歌割りなので、語りかける誰かがいなきゃ孤独を感じてしまうがおきちゃんの歌割りなの。そうだからこの自分のオリジナルの歌割りとは公演はちょっと違うんですよね。みんなそこオリジナルのメンバーみんな違うんじゃないかな。千穂ちゃんもだって歌割り違ってるし、みゆみゆのとこ歌ってるし、おきちゃんも千穂ちゃんのとこ歌ってるし、私も千穂ちゃんのとこ歌ってるしさそうだから、そう一番直近でやった僕はこの海を眺めてるわ、そう自分の歌割りだったから、歌割りとかまあ立ち位置はもちろんなんだけど、そこも違うよっていうことと、そうあとはまあ春夏秋冬、春夏秋冬いい曲だよね。あとはユニット、ユニットやって、あ、そうだ、ちょっと待って、ね、おお、いや、そうだよね。私もそうかなって思ってたけど、そうだよね。はい。で、で、まあ日替わりユニットがあって、日替わりの曲があって、え、やばい、超久々だ。練習しよう。原点はね、原点はあの原点は6周年コンサートでは私はひな壇の上で踊ってたんですけど、気がついてくれました。見つけてくれた方います？原点、見てた？あ、ありがとう、見てくれた。なんかさ、原点の前
何の曲だっけ、シティ48だっけ、原点の、ずっと見てた、本当にありがとう。でもひな壇の方がさずっと見てやすいよねちょっと上だし動かないし。原点の前シティ48か。のあとさちょっと暗くなってさ移動始まるからさ、みんなさあれはあれユミリンどこ行ったのってなるかなって思った。そうだから私がそう、私どこにいるんだろうってみんななってないかなって思ったんだけど、見つけてくれててありがとう。私の隣がなんか壁だったんで、すごい手ぶつかりそうで、なんかあ配信だったけど映ってたよ、本当にやったやった嬉しい。そうなんか隣が壁で、後ろにすぐ後ろにライトがあったから、その慎重に踊りましたそうなんかセット壊してもいけないし、まあでもそうちょっと工夫してなんか力を入れすぎずにしてた。そうあとはもう一個君好きで上に乗ってたんだけど、そう君好きもサングラスデイズの後だ、サングラスデイズの後全力で走って上に上がったんだけど、それもじゃあ見つけてくれてるの、もしかするとそれももしかして最初の方から私が飛び跳ねてたのを見てくれてたのかなねー、あもちろんありがとう、本当にすごいなみんな、でも知ってくれてる見つけてたよありがとう。移動の時から終えてる、本当に、あ基本ユミリンしか見てないのでありがとう。え移動の時見失わない、そのまあさこの曲ここにいるだろうって分かるのだったらさ分かるけどさ、例えばその他のグループさんの曲をやるときとかもそうだし、こういうコンサートとかもそうだしさ、ここにいるだろうって確証がないときさ、ちょっと見失わない、たまに見失う。えそうだよね、どうやって見つけるの、もう一生懸命探すの。私だっていつも思うんだよね、なんかポニーとかすごい分かりやすい髪型してると、なんかそう髪型とかで見つけやすいけど、私こういうコンサートの時って基本ストレートで下ろすから、あのなんか特徴的な髪型じゃないからいつも見つけづらいだろうなって思ってる。あ背が高いから分かりやすい、オーラで探してます。ありがとう。あ身長と髪型で探してくれてるの、そうかありがとう。シルエットで分かるようになった、もうさすがすぎるわ。そっかありがとう探してくれて。そう君好き終わってあの思い出せてよかったで降りてきたの、そこは見つけてくれたかなね。まあ、ひなちゃん間違えてたまあひなちゃん、まあ、ひなちゃんのファンの人はね、そうそれ含めてまあひなちゃんのこと好きだからね、私もいっぱい間違えちゃうけどね、みんなそれ含めて好きだもんね、ね、そうだもんね、ねねよいしょよいしょ、
気づけばもう今月のお話し会もあと3日とかですよ。早い、あっという間だね、あっという間だね、本当に。ね、30日のは今日まで申し込みの期限あったし楽しみにしてるよ。ねえ聞いて、はいはい、5月4日は最後じゃなかったよね、今回30日だけだったよね、申し込み最後だったのって。どげんですか。あ、4日も最後だったのか。いやん、昨日言えばよかった。4も最後、あ、みんなの方が分かってくれてて、もうさすがすぎるわ。え、で5月の13はまあ最後じゃなかったんだよね。だよね。あー、5月4日4時間目までになったから追加してた、ありがとう、ごめんね、こっちの都合で、ごめんね。あ、そっか、13はリアルお話し会だから、どっちにしろ私はあれだ、申し込みができないんだ、ここはもうね。そうだ、ここはもう結構前に最後でした、13はね。そうでした、でした。リアルで会えるイベントやらなきゃね。やらなきゃね。写真集発売2年記念2周年2周年記念イベントやらなきゃね。写真集やろう。2周年記念、あ、セカンド待ってます。そうだね。あ、ねえ、そういえばさ、私あのね、そうだ、瀬戸内公開日記昨日公開だったの。私の見てくれた、してないかも。お、ぜひぜひ。じゃあね、リツイートしとこうと。えい、リツイートした。私リツイートしました、リツイートしたよ。だからそうそうそう、
あ、ここで文章作ってたや、このやつだったんだね。そう、なんかよく見たらさ、あれこの文面なんか聞いたことあるような、なんかどっかで悩んでた文章的なやつかなみたいな感じで出てくるよね。そう、ごめんね、最終調整しちゃっててごめんね、配信で。そう、そうなの。あー、私がごじっちゃってるのかな、これ。2冊目って書いたと思ったんだけど、ここにメモ、ちょっと待ってね、メモメモ。あ、私2枚、確かに2枚目ってなってるねって。え、私セカンドって書いてる。え、ちょっとマネージャーさん、マネージャーさん、私セカンド写真集って書いてたやつが、2枚目の写真集。どこで変えられたんだろうね。ね、すぐに報告だ。本当だね。そう。勝手に編集されてるのか。なんかでもよくわかんない。ってことだよね。私は今マネージャーさんに送った文章。見てもね、セカンド写真集ってなってるんだけど、セカンドだと分かりにくいかもって思って2冊目にしようと思ったら2枚目って書いちゃった。まあそうだね、間違えちゃったね。でもこれちょっとなんか、そうそうなんだよね、打ち間違えちゃったのかなってね。打ち間違えちゃってちょっと確認かで、私も打ち間違えちゃって確認したつもりだったんだけど、つもりだったみたいな
ね、よくある、なんか変換ミスとかってよくあるもんね。うーん、聞いてる、なんかこういうのって、例えばさ、私がブログで間違えちゃったっていうのは訂正してもらえるんですよ。だけどなんかこういうのはどうなんだろうね。なんかこっちのやつじゃないからわかんない。多分マネージャーさんがなんか悪気があって変えたとかでもないだろうしね。なんか分かりにくい表現にしてやろうみたいなじゃないと思うし。そうそう、ね、まあでも自分の文章として出してるものがなんか自分が言っていたものと違う、なんか、待ってね。そうだね、ちょっと、あ、問い合わせで聞いとこっか。ちょっとマネージャーさんに聞いてる。私が聞いてるから大丈夫よ、ありがとう。私でどうにもなんなかったらきっとどうにもなんないやつなので、ありがとう。もしいつかさ、いつかなんか私じゃどうにもなんないけどみんなから頑張ればどうにかなるものがあったら言うね。じゃあいつかなんかちょっと私じゃどうにもなんないので助けてくださいっていうね。これはなんか私がそう聞いてみます。ありがとう。その時は任せて。ありがとう。ゆみが50ターンみたいになるのが悔しいけどね。でも誰かがじゃあっていうパターンかな。あ、じゃあって思ってくれてたらいいんだけどね。そうだね。だから今年
私のアニバーサリーブックは一個も誤字がないといいなね。楽しみ。いっぱい写真撮ってくださってたから、そう、すごく楽しみ。ね、まだ予約できないんだっけ、あれ。もう予約できるの？まだ今日から、今日から予約できる？まだ。アニバーサリーはまだだよ。ありがとう、教えてくれて。3公演分写真あるのかな。でもずっと撮ってくれてたと思う。リハーサル、なんかにも MC で言ってたけどさ、そう、リハーサルの時からいっぱい写真撮ってくださってたから、そう、楽しみ。いつからなんだろう、予約。いつからだっけ、言ってた、あかりん。いつからですよ。詳細はホームページをみたいな感じだったかな。また予約がね、できるようになった。楽しみだね。かなりのボリュームになりそうね。ほんまよ、去年もめちゃくちゃボリュームあったから楽しみ楽しみ楽しみ。ねえ、ミーさんが床のシールを一生懸命剥がしてた。そう、はそれリハーサルの時かな。そう、なんか私たち立ち位置の番号があるじゃないですか。そう、それもね、お、床に貼ってるテープが時々すっごく剥がしにくいくって、みんなでカチカチカチってやってるんだけど、それはね、3期生、3期研究生のみんなが手伝ってくれてて、そう、偉いね。そう、そうなの。日は誰でしょう。あんことはあんこのコツである。あんことはあんこのことだ。あんことはあんことこと。ああ、あんこちゃんがね、昨日も可愛くって、そう、あんこちゃん可愛い写真もらったんだよ。いっぱいもらったんだよ。会いに行かなきゃな。可愛いな、あんこちゃん。本当に可愛いな、あんこちゃん。可愛いな。もう本当に私がなんかね、可愛いなって。あ、みんなにも送った、その注射が嫌なあんこ。昨日送ったかな、一昨日送った。あ、可愛いあんこちゃんって土曜日に送ったやつ。そう、超可愛くない、超可愛くない。このあんこちゃんが可愛いって思って、本当に思ってくれる人はもう、あんこちゃんの沼です。で、このあんこちゃんを見て、まあ犬だって思う人は、まあ普通の感覚です。普通のなんか、いや、この犬を見て推しのね、愛犬なのに、なんか、あれ、なんか犬だろって
思う自分っておかしいのかなじゃなくって、多分それが普通の感覚なので、もうあのそう、それが普通なんで、普通です。このあんこちゃん見て、おにゃーなんか嫌がってるじゃん、超かわいいね、何このお目目どこ見てんなって思ってる方はもうそう、沼ハマってます。そっちが普通じゃないから大丈夫。めっちゃかわいいね。かわいい。あマジ嫌なんですね。そう、すごい嫌だったんだって。なんか他のワンちゃんとかはトコトコトコって言ってるのに、うちの犬は多分他のワン、注射されてるワンちゃんとかを見ちゃって、多分感じ取っちゃって、いや無理ってなって、そう、すぐ察しちゃうので、そう、すごい繊細な子なんですよ。かわいいよね。ねえ、賢い、そう、賢いしいい子なんですよ。あ、今そのメール見たよ。ありがとう、見てくれてありがとうね。確かに私も嫌だな、注射献血行かなきゃ。献血カード行ってるんだよね。献血行かなきゃ。そういえば。注射ここだけどさ、献血ここじゃん。はあ。あんまり考えすぎたらいけなくなっちゃうからもう。献血はそう考えるなって感じ。考えあ、1時間待ちだった。おお、そうなの、それはでもいいことだね。痛いの思い出しちゃうよね。そう、なんかそうそうそう、どっちの腕にしようかな、どっちの腕にしよう。本当にどっちの腕にしようかな。頑張ろうね、頑張ろう、頑張ろう。
そう、去年行けなかったから献血に、今年いや行くよ、去年行けなかった。献血してみたいんだけど痛いんかな。あ、全然痛くないよ全然痛くないよ。お菓子もらえたりするしね。うん、あと皆さん優しい、本当にめっちゃ優しい、超優しい、本当にそれはそう、それはそうです。飲み物もそう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 だし、なんか本当にねすぐ動き始めるのは良くないから、そうちょっとゆっくりしてってって感じだし、そうお菓子とジュースにそうそうそう、私が献血した時はもみじまんじゅうもらったよ、ちょっと前だけど。お好み焼きのこのセットもらった。え、いいね。お菓子も地域ごとに変わるんですかね。あ、もうだし、私はそのなんかもみじまんじゅうがもらえる期間だったの、ちょうど。あのなんかこれがあのさ、母の日とかってさカーネーションもらえるじゃん、じゃんってなんかそうカーネーションもらえる日とかあるじゃん、じゃんって。まあ知らない方そうなのよ、そういうのもあった。今場所と期間によるかな、何がもらえるとかね。そう、そうそうそう、あ、1万人超えてる、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、こんなにワフワフしてるのにいっぱい見てくれてありがとう。でも逆になんか私はこんななんか
ゆったりとした日常が戻ってきて嬉しいよ嬉しいよ。忙しいのも嬉しいけど、こうやってなんかまったりみんなとできる時間がね、私にとっては本当にすごくね、なんか癒しで、お話し会、もうお話し会が一番本当に今申し込みできないけど、話し会が本当に癒しっていうか、一番なんかみんなから元気もらえるしって感じだけど、その次の次ぐらいに、そうなんかみんなから言葉もらえて嬉しいし、癒しだなって思う。次の次ってじゃあ次何なんだって話なんだけど、まあ何なんだろうね。テレビぼーっと見るとか、テレビ見なきゃテレビ見なきゃ、いっぱい見なきゃ。次が気になるけど、なんだろうな、睡眠かな、睡眠かな。いやでもね、睡眠はまたね別ジャンルだからね、違うな。そう、お風呂もね、睡眠寄りのジャンルかな。なんだろうね。ああでもお手紙見てる時かとかかな。なんだろうな。まあでも話し会がやっぱりなんかもう全土入りだよねっていうのは確か。それは確か。次の次になれるように、いやもう一番になれるように頑張ってください。一番のところでお願いします。みんなぜひぜひ。ねえ、みんな今日の夜ご飯何だった？おでん、餃子、肉まんシチュー、ラーメン、あ、いいね。唐揚げ、焼き鳥、ハヤシライス、とんかつ、麺たらこ、コーヒーゼリー、高野豆腐、スパゲッティ、餃子、焼きそば、おでん、お肉、ポトフ、餃子、マグロ丼、まだ食べてない、台湾カステラ、
お寿司、焼きそば湯食べてない、ニラレバ定食、豚しゃぶサラダ、カップラーメン、煮魚、サイゼ、お菓子、肉野菜、サバ、好み焼き、台湾までそば、刺身、絹かつぎ、焼きそば、ひれかつ弁当、じゃがいも、グラタン、みんな美味しそうなもの食べてるじゃないですか。豚の角煮、卵スープ、たかね、たけのこ、トトのトトギン、ミンバ、カレー、あ、出ました、私の今日の夜ご飯はデレ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 カレーでした。あのコンビニで買ったカレーでした。あのそうなの、なんか9時半から配信入力してたじゃないですか。でもお家に帰るのがギリギリだったので、なんかもうちょっと早く帰れたらなんか家で作ろうかなとも思ったんだけど、結構ね今日もうちょっと遅くなっちゃって、予定よりも。だからね、そう、もう買って帰っちゃった。あとはなんかカレー食べたいっていう気分だった、ずっと帰りながら。だからあのそう、カレーって言いながら帰ってたので、私が今日きっとカレーを食べてなかった今頃、2時間ぐらい経ったかな、配信始めて、ずっと2時間ずっと、あ、カレーが食べたい、カレーって多分言ってると思う。そう、私カレー食べたい時はあのもうずっとカレーって言ってるので。そう、あ、こっちがカレー食べたくなった。そう、なんかカレー食べたい時ってもうカレーしかカレーが食べたいで、多分脳の9割が埋まっちゃってて、そう、だからそう、食べられてよかったです。私が今日こんなに配信でいろいろお話ししてるのはカレーのおかげです。全部カレーのおかげ、全部カレーのおかげです、うん、今日もねちょっと涼しかったですよね。日中ね晴れてて太陽が当たっているところは暖かかったんですけど、そう、日が暮れてからもすごい寒かったね。そうなの、今日半袖だったんですけど、そう、みんな上着着て休憩時間とか、そう、すごい寒かったね。朝晩冷えるからみんなも体調ね気をつけてね、体崩しやすいから、そういう時って思ってるより自分のこと大切にしよう習慣ですね。無理しすぎず、無理しする時もあるけど、まあしすぎず、無理っていうのは継続的にするものではないから、瞬発的にするものなので、あ、なんかちょっと今のいい言葉。ね、なんか絶対しないといけない場面はあるけど、なんかずっとしてるのは違うからね。
そう、自分で言っちゃう、メモメモメモしてくれてる。じゃあみんなで私がせーのって言ったら、うーん、明日食べたいものを言いましょう、同時にコメントで。はい、フライングはダメですよ、フライングはダメですよ。せーの、ラーメン、カレー、カツカレー、カレーうどん、カレー、アイスボックス、焼肉、たこ焼き、うなぎ、あ、私もたこ焼きって思ってた。カレー、カレーハンバーグ、カレー餃子、お寿司、ニンニクたっぷり餃子、カレーハンバーグ、カレーうどんで決まり、お好み焼き、お好み焼き、チキン南蛮、マック、うどん、寿司、お好み焼き、アイスボックス、そば、パンケーキ、そう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 、いいね。あ、新玉食べなきゃ、ユナイタンタンポテト、いいね。そう、新玉はね、ママが持ってきてくれてたから新玉も食べなきゃ。明日は新玉かな。今日新玉食べようと思ったけどね、ちょっとそうだから、お家帰ってくるのちょっと遅くなっちゃったから食べられなかったんだよね。どうしようかな、新玉半熟卵したいけど卵高いからな、卵高いからなしかさっき言ってないけど卵高いからなっていう割には自炊全然最近してないから、他の具材も買ってないんだけどね。ね、ここの卵で、そう、ここの卵で、ここでもらった卵いっぱいあるよ、いろんな。あ、全然もう過去ログが見れなくなってきちゃってる。私が今見れるのは熊柄のやつしか見れない。ああ、虹玉美味しそうだな、あ、美味しそうだな、卵美味しそうな、熊玉。星玉、うず玉、これは何玉なんだろうな太陽、水玉あ、生まれたピヨコ、水ピヨ、ピカピカ、ピカピカ、下にも残るんだ、これ下にも落ちてる、上でも光ってるけど、へー
ものかな私は。皆さんも明日は好きなものを食べてください。体調崩しそうな時はね、好きなもの食べたらいいよ。みんな今日は好きなものを食べましたか？明日も好きなものを食べましょう。今日はね、好きなものを食べました。今日はカレーを食べました。そう、最近ね6周年コンサートがあるから、まあなんだろう、そうなんか食事のバランス気をつけたりとか、なんかそうしてたから、そう今日は好きなものを食べた、カレーが食べたい、カレーが食べたいってなったから、もうカレーを食べた、カレーを食べたね。良いね。そう、うん、雪だね、雪雪だね。自分へのご褒美、そう自分へのご褒美カレーでした。あとあれだな、自分へのご褒美でまたね、皆さんからもらった高級焼肉お食事券で焼肉に行かないとですね。うん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 、とっても楽しみ。行ったら教えて、もちろん行ったら教えます。まあ時差ありだと思うけど、時差はあるけどきっと、あへー、うーん、ああ山賊焼き食べたい、山賊焼き食べたいね、うんうん食べたいね、いいね、私も食べたい。明日は焼肉にしようかな、いいね、それは大賛成だよ、超賛成。雪すぎるわそれは、ね、明日でいっか。でみんなってさ、なんか例えばだけどさ、その目上の方に対してとかの返信とかって何時過ぎたら明日にしようって思う？10時、9時、11時、8時、9時、21時。9時。23時とか。11時、10時、21時。相手が急いでなければ21時ぐらいかな。23時、22時、20時、21時。そうだよね。まあ、要件は別に、なんか、も
ちろん私も先方がっていうか、そう、あ、基本退場したら明日かなって。あ、なるほどね、そうだよね、20時。へえ、そっか、へえ、ありがとう。そう、ちろん私も急ぎだったら、あのマネージャーさんとかにも全然1時とか2時とかにもバンバン連絡しちゃうんだけど、さあビジネスマナー的には21時って教わったかもしれない。あー、まあそうだよね、私はなんか、私は、あ、22時過ぎちゃった、明日にしようかなって思うかな。でもそう、これはそうだね、ありがとうだから教えてくれて。そうだよね、でもやっぱりなんか夜分遅くに失礼しちゃうと失礼だから、そう、そうだよね、その時間帯、そうだから、そうだよ、24時過ぎても緊急だったら送るし、送られるしかな。あ、社内の相手は24時間、まあ、そうだよね、それはそうかも。別に私もメンバーとの連絡は、メンバーとの連絡はだって普通に3時とかに返信来たりするもんそう、私も全然なんか、あ、なんか寝れないな、寝よっかな、なんか連絡来てたら返そうみたいな感じで、全然意味わかんない時間に返信したりするから、そういつ寝てるんだいや、なんかそう結構あれだよ、結構意味わかんない時間に返信返ってきたり。でも別にそれはお互い急ぎとかじゃなくて、マジ、あ、なんかこれ可愛いよねとか、え、それ確かに可愛いよねぐらいのテンション感のやつってさ、そう、なんかいつ返信しようが別に遅いからどっちかが困るみたいなものはないから、まあなんか携帯見た時とかになんか返信するじゃないですか。そうそう、だからそうなの、そう、メンバーとのやり取りは私もなんか、そうだね、意味わかんない時間に送られたり送ったりする。そうそう、そうだね、あとはやっぱり朝起きてからとかの時間に返信することが自分も多いから、朝早くに返信来るとなんか今日朝早かったのかなとかなるし、そうメンバー同士はね、そう5時とかに返信来てるとこれは寝てないやつなのかなんか始発とかでなんか移動だったりとか、朝早かったやつなのかなとか思うしね。そう、でも最近あんまりそんな12時過ぎて1時とか2時とかにあんまり LINE を開かないかも、そもそも。そう、私なんか LINE 通知読めるようにしてなくって、開かないと見れないんですよ。私みんな
みんなどう？みんなさ、 LINE のさ通知さ、あの通知画面にさ、あの文章出るようにしてる？それともなんかあの文章が出ないようにしてる？その通知オンにしてるにしろ。ホーム画面に文章が出るか、あの文章じゃなくってとりあえずあのなんか通知が来るだけか。あ、結構出るんだ。文章出る。とりあえず通知、誰から来たかっていうのだけ。え、誰かに来た、誰から来たかっていうのだけ出すこととかもできるの？文章出る。あ、一応急がなくて、急いで開かなくていいのためにしてます。一応確認したいので文章出るようにしてます。あ、指定グループごとに設定できるよ。へー、あ、そうなの。へー、誰から来たかっていうのって例えば何、ゆみこさんから通知ですとかなのかな。そういうのができるの？別にそんな。あ、すぐに確認したいグループは出すね。私そうなんだ。へえ、もめだね、みんな。もめだ。もめだね。私も最初はなんか文章が出るようにしてたんだけど、ホーム画面に。あんまりさあ、なんか急いで返すっていうより、なんか自分の時間を大切にするようになって、とりあえず通知はホーム画面には来るんだけど、誰からとかどういう文章がなんか来たかっていうのは見れないようになってる。誰かから何かが来たぐらいの通知のやつにしてる。そうそうそう、ね、私もだってこう、いつか公式 LINE ができたら、そう、ユミリから LINE が来るよ。それは通知入れちゃう。本当にちゃんと文章を出して出して通知取ってくれる。通知取ってくれる。めっちゃ返信して定期券送られてきてほしいね。え、なんかいいよね、最優先で表示させる。全ての表示をオンにする。そう、なんかあるよね、この文章送ったらこう返ってきますみたいなやつあるよね。いいね。あのなんか公式 LINE に適当に打ったやつのラリーが続い、なんか運よくそれっぽいやつが返ってきちゃって、ラリーが続いてるみたいになっちゃった時みたいな感じになれるような文章を考えておくね。そしたら
そうなの？とか、ありがとう、そうなんだ、ありがとう、確かに、とか。さんは公式の LINE があるよね、個人のやつ。皆さん そう、一昨年かな、去年より前だった気がする、うんね。なんか例えばミーヨンさんとか、そういう個人でされてる方もいらっしゃるけど、グループの中で HKT さんはなんか一斉にグループ、なんか皆さん個人ラインができた記憶がある。まあでもそうだね、なんか私たちはさ、モバイルメールだけどさ、そういう LINE みたいな感じのトークみたいなね、有料の SNS あるもんね。でいいよね、うん、激ビア個人ファンクラブできたよね、なんか徐々にみたいな感じのを見たことがある。 NMB さんは個人ファンクラブが皆さん一斉にできましたよね。これはなんだ、メールはまた別であるんだよね。うんうんうん、いろんなものがありますね。あ、もう57分だ。びっくり。私多分ね、このままずっと喋り続けて切れるところだった。やばい。13位、おじゃかさん、ありがとうございます。12位、ひらさん、ありがとうございます。11位、まーくん、なまこさん、ありがとうございます。10位、ウィルットオーソさん、ありがとうございます。9位、出会い頭のネギトロさん、ありがとうございます。8位、石出さん、ありがとうございます。7位、おいでませ、元気さん、調査で、ゆみこうし、次、あかり、一年単体でね、ありがとうございます。6位、めくろのこうしさん、ありがとうございます。5位、おっくんさん、ありがとうございます。4位、かさわきさん、ありがとうございます。3位、アイリーマニアさん、ありがとうございます。2位、バリエさん、ありがとうございます。1位、サントルクロースさん、ありがとうございます。とわもありがとうございました。はい、ということで、す。やだ、私まあそうだよね、うんうんって言いながら配信聞いて、あれなんか切れちゃったって思った、えもう12時じゃんってなるところだった。ゆっくりしすぎちゃった、ありがとうございました、すみません、ゆっくりにお付き合いいただきありがとうございました。危なかった、ありがとうみんな、お付き合いいただきありがとうございました。うったりできたよ、ゆっくり寝ようね、ありがとうございました。最初またメイク落としてこようっと、まだメイクしてるから、うん、終わりかな。はい、それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張り、ゆみりん、それではおやすみなさーい。バイバーイ。おやすみー。おやすみなさーい。